sunshine. Rise up and unite. Woo! Rise up. こんにちは、プルミン株式会社の池上です。今回はマンスリーインテンシブトレーニングということで、ウェルビングオンラインスクールと有料会員様限定の、まあ、1ヶ月1回くらいお届けしていく、まあ、60分くらいの尺の講義動画をお届けしていきます。今回のテーマは有酸素ランニングというテーマで話をしていきます。まあ、有酸素ランニングっていうのは本当に陸上競技の長距離走、中距離走の中では、まあ、本当に基礎の中の基礎となるトレーニングで、まあ、よく言われるのはこのピラミッドの土台の部分ですよと、ここに有酸素ランニングがあって、まあ、この土台がしっかりしてなかったら頂点も高くはならないですよというのが有酸素ランニングです。で、今回は、まあ、有酸素ランニングって、一般的に言われてるんですけど、まあ、なんでそもそも有酸素ランニングっていうのかとか、まあ、有酸素ランニングにはどういう目的があるのかとか、まあ、あるいはその一つ不思議に思われるのは、まあ、有酸素ランニングってレースペースよりもはるかに遅いペースなトレーニングなわけですよ。で、そうやって考えたときに、じゃあなんでそのレースペースよりもはるかに遅いペースのランニングでレースの結果が向上するのかとか、あとはその有酸素ランニングって全体のトレーニングの中でどのぐらいの比率を占めるんですかとか、まあそういった内容を解説していきたいっていうふうに思います。で、はじめになんですが、なんでそもそも有酸素トレーニングというのか、有酸素ランニングって何なのかっていうところから解説していきたいというふうに思います。まあ、運動生理学の分野に入っていきます。で、有酸素トレーニングというからにはもちろん無酸素トレーニングっていうのがあります。で、これは人間の体の代謝の仕組みの話になってくるんですけど、まあ、私たちが、まあ、こうやって今私立ってますし、喋ってますし、呼吸してますし、心臓動かしてますし、まあ、こうやって普通にその日常生活の一環としてこうやってまあ講義してるわけですけど、まあ、それだけでもいろんなエネルギーっていうのを使ってます。まあ、こうやって喋るという行為一つとっても、まあ、筋肉的にはこう収縮運動を起こしてるんですね。で、筋肉が収縮するには、まあ、収縮と伸展っていうのを繰り返してるんですけど、その収縮するときにはエネルギーが必要になります。で、そのエネルギーを生み出す方法っていうのは大きく分けると4つあります。で、その4つのうちの最も速度が速いのはクレアチンリン酸系と言われるものが、最もその代謝の速度が速いんですね。クレアチンリン酸系で、これはどのぐらい続くのかっていうと8秒程度しか続かないっていうふうに言われてます。ただし収縮の速度は速いので高強度なトレーニングというか、まあ、高強度な運動には適してますよと、まあ、例えば腕相撲とかスプリントとか、砲丸投げとか、あるいは野球のバッターとかピッチャーが一球一球こうボールを投げたりバットを振るとかっていうのもこのクレアチンリン酸系を使います。で、これは8秒ぐらいしか持たない代わりに回復も早いです。なので、まあ繰り返し繰り返しその強度の運動ができると。まあ、例えば、まあ、砲丸投げなんかも何本も何本も投げてれば、そのうち飛距離は落ちてくるんでしょうけど、だけどまあ、ある程度は、同じ距離投げられますよね、砲丸投げなんかも。それはクレアチンリン酸系っていうのは、疲れやすいんだけど、まあ、回復するのも早いというところに特徴があります。で、長距離走はこのクレアチンリン酸系っていうのはほとんど使いません。まあ、800戦後、まあ、50001万でもいいんですけど、本当に最後の最後、競り合って本当に死ぬ気でスプリントした時ぐらいしか使わないです。で、じゃあその次に速いのは何かっていうと、これは無機的解凍系と呼ばれるものです。まあ、無機的解凍系のこの無機的っていうのは当然酸素を使わないということです。ですからこれは無酸素トレーニングに、無酸素トレーニングというか 無酸素代謝に分類されます。まあ、無機的代謝とか、あるいは嫌気的。嫌気的っていうのは嫌っていう字書くんですけど、嫌気的代謝というふうにも言います。で、無機的解凍系の糖は、これはグリコーゲンのことです。まあ、よく聞いたことがあると思いますけど、グリコーゲンですね。大阪の道頓堀のところに行くと、道頓堀やったかな、ちょっと正確な場所は忘れましたけど、大阪行ったら、グリコのこの看板があります。有名な。走って、こうやってトップで万歳してゴールしてるグリコの看板。グリコという社名自体がグリコーゲンから取ったグリコなんですね。で、あれ確か、一粒で、80、なんていうかな、一粒でなんか、
80メートルとか、なんかそんな宣伝文句なんですよね。で、それは計算上、グリコーゲンを解凍して、解凍というか、グリコーゲンを分解して、分解の回ですよね、これを。グリコーゲンを分解したら、80メートル分ぐらい進むエネルギーに等しいですよ、と。だからまあ、グリコ一粒食べたら元気になって、80メートル走れますよっていうのが、グリコの宣伝文句です。まあ、わかりやすいというか、面白いですよね。で、これが無機的解凍系です。で、これは、代謝の速度は速い代わり、疲れやすいという特徴を持っています。で、もっと、根源的な話をすると、この無機的解凍っていうのは、生物がまた水の中にいた頃に発達した代謝のシステムです。で、水の中っていうのは、まあ、酸素がありませんから、まあ、酸素のない状態で生活してたんですけど、その時の、まあ、名残ですね。だから、人間がまだ人間になる前の、人間が人間になる前どころか、まだ海の中にいた頃のその名残っていうのが残ってます。で、これは代謝の速度は速いけど、長持ちしませんと。まあ、どのくらい持つんですかね。まあ単純に、息止めて生きていけるのが、世界チャンピオンで9分とかなので、まあ一般人だったら1分2分ですよね。ただそうやって考えると、いかに無機的解凍系とクレアチンリン酸系だけでは生活できないかっていうのがわかりますよね。で、これは、二つ合わせて、無機的代謝っていうふうに言います。だから、無機的代謝の中にも、クレアチンリン酸系と、無機的解凍系があるんですけど、まあ、その二つ合わせて、無機的代謝っていうふうに呼びます。で、代謝っていうのは、よく聞くけど、あれ、代謝の代は多分こっちですよね。代謝。代謝ってよく聞くけど、結局説明してくださいって言われたら意外と説明できない言葉なんですけど、代謝っていうのは何なのかっていうと、生体内で起こる化学的反応のことを代謝っていうふうに言います。まあ、生体内だから生き物ですよね。要するに生き物の中で起こる化学反応、化学反応の方は、ケミストリーの方です。化学です。生体内で起こる化学反応のことを代謝っていうふうに言います。ですから、まあ、今回のこのテーマなんかも、本当に分子構造とか示して説明しようと思ったら、まあ、説明はできるんですけど、多分、相当生物が好きじゃなければ嫌になる話なので、今回は触れないです。本当にもう、人間の体の中で起こる、この化学反応っていうのを、分子構造を使って説明すると、めちゃくちゃややこしいので、まあ、機会があればどこかでやろうと思うんですけど、今回はやめておきます。で、まあ、この2つがありますよと。で、その次に、早いけど、長持ちしないのが、有機的解凍系です。で、これは、読んで字のごとし、酸素とグリコーゲンを使ってエネルギーを生み出しましょうというのが、有機的解凍系です。で、人間っていうのは、この有機的解凍系と、あとこれから説明する有機的脂肪分解系っていう、この二つのエネルギー代謝を手に入れたことで、発達することができました。まあ、これは人間だけじゃなくて、陸に上がった生物すべてです。まあ、ティラノザウルスなんかも、あれは海の中からちゃんとこの有機的代謝っていうのを手に入れたおかげで、あそこまで巨大化して発達することができました。で、この有機的解凍系っていうのは、酸素を使って、酸素とグリコーゲンを使ってエネルギーを生み出すのが有機的解凍です。で、その次に、まあ、遅いのが、一番遅いのがですよね。その次に早い。要するに一番遅いのが、有機的脂肪分解系です。で、日常生活においては、おそらくほとんどが有機的脂肪分解系だというふうに思います。で、皆さんの周りに、なんかいっぱい食べてるけどあんまり太らない人とか、まあいっぱい食べてるのにあんまり脂肪がつかない人っているじゃないですか。あれっていうのは、基礎代謝が高い低いっていうのもあるんですけど、この脂肪分解系の回路がどれだけ活発になってるかっていうところとも関係があります。やっぱり人間っていうのは、有機的脂肪分解系の回路が、まあどれだけ活発になってるのかっていうのは、個人差があるんですね。うまくこの有機的脂肪分解系を使える人と使えない人がいます。もちろん全員使えるのは使えるんですけど、まあそれがどれだけ、効率がいいかっていうところになってきます。で、私なんかも、マラソンやるようになってから、なんていうんですかね。本当にその、マラソントレーニングの期間っていうのはすごくお腹空くんですけど、それ以外のなんていうか、普通の時って言っていいのかどうかわかんないですけど、
まあ、例えば練習量が比較的少ない時期とかっていうのは、昔と比べたらかなりお腹減らなくなりました。まあ、それっていうのは、単純にマラソンやるようになって、有機的脂肪分解系が、まあ、活発になってきたんだと思います。で、これマラソンやるやらないっていうだけじゃなくて、まあ、その、トレーニングの積み重ねですよね。やっぱり、1年よりも2年、2年よりも3年、3年よりも4年、4年よりも5年と、積み重ねていく中で、この有機的脂肪分解系っていうのは効率よくなっていくっていうふうに、まあ、私もそうですし、他の研究者たちも考えています。で、これやっぱりなんていうんですかね、じゃあ学生時代私も月間1000キロとか走ってましたけど、じゃあその月間1000キロとか走り込んだらついていく力と、やっぱりその、例えば月間400、500、600でも、1年、2年、3年、4年、5年、10年、15年、20年と積み重ねていく中でこう培われていく体の変化と、やっぱり違うのかなっていうふうに私自身は感じています。